ではまず初めのコーナー、匿名プレス。今日の担当はのっぽ野中さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあ先ほどもね、まあ今一番寒いというふうにおっしゃってましたが、はい、やっぱその寒い時期に流行るのがインフルエンザ。ああ、そうですね。でそれぞれまあ皆さん対策はされていると思うんですが、はい、今はですね、このインフルエンザにまあ関しまして、はい、対策と関しまして、その赤いものについてですね、皆さん大好きな、まあもう馴染みのあるあの赤いものについて、広島東洋カープ、まあ馴染みあるんですね。馴染みあるじゃないよな。違います。インフルエンザとカープは関係ないし、ドッペルさんとインフルエンザも関係ない。私も特集じゃないですよね。インフルエンザ関係ないもん。取材してません。赤いあれだね。はい、赤いあれ。取材しました。VTR どうぞ。さあ、本日の匿名は、匿名インフルエンザ流行のこの時期に大注目、赤い〇〇を調査せよ。インフルエンザはね、まあこの時期はもう寒いですから、風邪からインフルエンザから流行ってますからね。しかし赤い〇〇って何？さあ、その赤いものの正体を探るべく訪れたのは佐賀市にある有明乳業。こちらです。はい、さあ赤いもの何でしょうね。出ている、ここですか。はい、あ、寒い、冷蔵庫やん寒いな。ああ、すげえ、あ、もう赤いのいっぱいありますよ。赤だらけ。出た、 R1 っすよ。これは確かに見たことある、見たことあるけど、この形はちょっと見たことないな。そうですね、よく見られるのはこちらかと思うんですが、これこれこれ、そうそうそう、はい、より赤いですね、こっちの方がね、はい、そう、これはね、僕の家にもありますよ。ああ、これが一般に発売されてるやつですね。そうですね、はい。で、こっちが、こちらがですね、宅配専用になっておりまして。へえ、なんかその良さだったりも違うんですか。そうですね、あの保存量がですね、あまり使われてないんですよ、こちら宅配専用の効果ですね。こっちが、はい、この宅配のなんかメリットというか、はい、なんかあるんですか。はい、宅配の方はですね、あの常に毎日こう新しいものがうちに入ってきて、これはあのお届けしますので、あの常に新しい商品がお客様のもとへ届くんですよ、うん、味もちょっと違うんですよ。ぜひ飲み比べてみてください。よくですか。はい、ということで宅配専用と市販品を飲み比べることに、うん、まずはスーパーでなどで売られている市販の R1 からいただきました。あー、美味しいなあ、うまい。そうですね。じゃあ続いてこの宅配専用のこちらの方がもうさらに美味しいかと思いますんで。本当ですか。はい、いただきます。あ、あ、うん、あ、濃い。濃い、違うでしょ。違う、はい、あ、ちょっと飲んだった、すみません。あ、濃い濃い。よくこうあの違う違う、乳のですね、こう味が出てるかと思うんですよ。そうそう、乳って感じこっちはね、だからこれに比べてやっぱあっさりさっぱりな感じに、うん、感じる、はい。そして食べるタイプの R1 ヨーグルトにも宅配専用が登場したそうで、こちらもですね、市販品と食べ比べてみました。うん、あれ、そんなに甘くないぞ。そうですね、うん、こっちの方が甘い、甘さが感じる、はい、元の方が、市販の方が。そうですね。お、ふんわりした感じ、口当たりがこう滑らかで、はい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 、きめ細かいと思うんですけど、これはですね、原乳に違いがあってですね、うん、はいはい、あの最初のこうヨーグルト作るための乳が違って。今回この宅配専用の R1 なんですけど、はい、やっぱこの時期って寒い時期多いですか。はいはい、そうですね、やはりこの時期になると問い合わせがあの結構あってですね、多いですか、この時期だけ取りたいとかですね。ということで実際に R1 の宅配を利用して1年になるお宅を訪ねました。あったよ、あれあれ、絶対これだ、宅配ボックスじゃないですか。お、あ、あ、こんにちは。こちらが佐賀市の森田さん、ご主人と共働きで5歳の息子さんと3人暮らしです。どこにあると、わお、すげえ、あ、ある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 、奥に奥に、ほらほら、瓶の瓶の、おお、ちょっとすごいすごいすごい、これすげえ
うおーすげえな、るすごいね、ビシャって並んでよ、あーやっぱなる、あでももう極すごい勢いが、大人がビールを飲むかな、どう美味しいかな、はい、そう宅配、まあ、実際されてるわけですけど、スーパーに買いってもまああるわけじゃないですか。あ、スーパーのとちょっと味が違うんですよ。そうです、僕もね、さっき飲んだんです、確かに味違う、違いますよね。メリットで言うと何ですか。そうですね、やっぱり家にいない時もあのボックスがあるから、うんうん、配達してくれて、うん、買い置き自分で考えなくてもいいっていう。あ、なるほど。実際まあほぼ1年ぐらい続けてる、はいはい、わけじゃないですか、はい、なんか変化ってあります。やっぱ風邪をひかない、お熱出てないもんね。じゃあこれからもちょっと元気に毎日アルワン飲んでくれるかな。はい、よし乾杯。よし、美味しいかな。いや、やっぱこのじゃあ R1 はですね、まあ美味しいし、そして体のためにもいいと。そうですね、いうことで、まあさらに宅配を利用すると、はい、毎日この習慣を続けられるかなと。いや、これはぜひおすすめですよ早いんだからねえ、よく欲しかったかな。じゃあ R1 おすすめです、って R1 おすすめです、てるまるさん、てるまるさん。はい、ということでね、最後に鶴丸さんとおりがとうございました。お返しします。本当に元気だ、わんぱくな子供だ、わかりやすいわんぱくな子供だ、ね、このようにあの、まあ、R1 ヨーグルトはもう皆さんおなじみなんですが、うん、まあ、宅配専用があるっていうのは知らなかった。知らなかったですね。でこのようにパッケージも違うんですが、はい、まあ、VTR 中でもありましたように味も違うんですよ、ということでちょっと皆さんに今日はちょっとお試ししていただきたいと思います、はい、ま, す、まずは、ね、鶴丸さんと花田さんにはですね、はい、市販のものからまず先に飲んで、飲むタイプの方、ね、普段飲んでますか。はい、僕もこれ結構飲んでるんですね。飲んでますね、はい、ドリンクタイプの方ですね、うん、どうでしょう、飲みやすくて美味しいですね。美味しいですね、いつものお味ですよね。安定の美味しさですよ。さあその味を覚えた上で、宅配専用の R1 ドリンクの方飲んでみてください。違うんですかね。あ、違う、違うね、違うでしょ。やっぱり濃い、濃いよね、濃厚な、そうなんかですよね、濃いっていう表現もおかしいかもしれませんが、はい、濃厚な感じで、ね、でこれをね、濃いのを飲んだ後にまたね、元の市販の飲むとまた一気に分かるんですよ、違いが。あー、すごい分かる。あ、こっちあっさりみたいな。あ、違う、違うでしょ。あ、違いますね。違うでしょ、これ、うん、でもどっちも大好き、どっちも、ね、うん、確かにこれも好みで味が変わるんですが、はいはい、さらに食べるタイプ、はい、鷲尾ちゃんとドッペルさんには、うん、食べるタイプの方、まずは市販の方ですね、はい、食べてますよ。あ、早いな、どうぞって言ってから食べます。あ、でも本当に食べやすい、はい、馴染みのヨーグルトって感じ、うん、ですよね。こちらも、ね、もちろん人気なんですが、さらに、うん、宅配専用の方、うん、こちらの見た目で違いないのよな、うん、はい、うん、見た目はね、そんなに本当に、なんかもう柔らかいというか、本当これが滑らかさなのか、滑らか、食感が全然違う、全然なんか品のいい感じのとろーっとなんかなりましたね。そうでしょ、うんうん、でこのようにも本当に宅配専用と市販のもの違うんですが、はい、今回ですねこの、テレビをですねご覧の皆様にもですね、うん、この宅配専用の R1 ドリンクの美味しさをお試ししていただくために今日はプレゼントがございます。はい、この R1 ドリンクを10名様にですね2週間分のものを無料で宅配いたします。持ってきてくれるんですか。そういうことです、有明乳業さんが、はい、ありがとうございます。ただあのお住まいの地域で宅配の時期が異なるそうですので、うん、ご了承ください。よろしくお願いします、詳しくはこのようにご問い合わせ出ておりますので、はい、お問い合わせください。さあ、応募方法はですね番組の最後にお知らせいたします。最後までお見逃しなく。以上、匿名プレスでした。